に天野レシバスクルーズ。この島に住む人はおよそ2000年も前から天が生活をしていたのでございます。ここ伊勢志摩国立公園一帯は宮崎海岸を形成し、その特徴であります霊能院海岸線と点在する島々を合わせ持っております。皆様が前の島々をご覧になってもお分かりのように、山の裾がすぐ海面に迫り、平地が極めて少ないため、人々は生活を求めたのでございます。さらに気候が温帯であるため、海を生活の場とする海女という仕事が盛んになっていたのでございます。現在島地方にはおよそ900名の海女がおり、緑浮かぶ島の海に老若の海女たちが海の生活を楽しんでおります。こうした海女たちは小学校を卒業する頃から母親や年上の海女たちの指導を受け、自発的に練習を繰り返すのでございます。最初はモノマネで始めた女の子たちも4メーター、5メーター、6メーターとだんだん深く潜るようになり、20歳頃には10メーターほど深さまで達するようになります。そして潜る時間も1分前後となるのでございます。息も最も長く、中核物の多い働き盛りの後は30歳から40歳くらいですが、中には70歳以上高齢の海女もおり、アワビ、サザエなど海の幸を求めて働いております。このような海女には2つの種類がございます。8度